建築×機械学習の企画第2弾。建築 AI って試したいことがいっぱいありすぎてどれからやろうか迷いながらの選択でしたが、今回はこのテーマに着手してみました。 AI 君に生けてる外観パースの画角構図を決めてもらいます。外観パースというのは平たく言うと建物の外側の見た目の画像のことです。マンションチラシとか完成予想の CG 画像でよく目にすると思います。ところでですが、はっきり言ってしまえばカメラアングルの観点だけで言えば大体同じなんですよ。細かい仕上げとか個人個人のクリエイターさんのこだわりはもちろんあります。私だって機械なんかに負けてらんないとか思っています。でもアングルはで大して変わらないのですよ。もうこれは認めないわけにはいきません。それが現実です。というより、外観パースの超個性的なアングルって何あるのって感じですもの。そんなものビジネス用途の画像であればボツ一択です。私は建築写真家ということもやらせてもらっていますが、やっぱりアングルは似てきます。建物ごとの独特なディテールをうまく画角に収めたいとか、そういう要件が含まれない限りは外部似てきます。似てるということはきっと機械学習による画像処理は相性がいいはずです。ということで実験してみました。それではアンリアルエンジンで画像を作っていきましょう。今回思いついたのは、カメラアクターは常に家の中心を向かせておいて一定間隔で移動していって都度スクリーンショットを撮る。これを自動で繰り返してもらうことで超大量のテスト画像を一気に生成しようという方法です。カメラアクターの変更パラメータは次の通りとしました。1、移動するため、回転、建物の中心を見るため、煽り補正、カメラ、ウィズ、シフト、レンズプラグインを使用。 FOV は入れないのと思われたでしょうが、今回は90度ニアリーイコールフルフレームで焦点距離 18mm で固定とします。ひたすらスクショを撮るというのがこんなイメージです。内部的には一つのシネカメラ機構のロケーションを一定値で変更してはスクリーンショットを撮る処理を繰り返します。自動画像生成プログラム作成。今回は UE 4の建築テンプレートコラボビューアーのビルについてかっこいい構図を決めてもらってみましょうか。 C プラクラスを作成します。プラグインを作成します。この記事中ではアウトシュートとします。プラグインの種類はエディタツールバーのボタンです。 UE4 を再起動するとツールバーにボタンが増えます。これでコマンド実行ボタンの準備が完了。そしたらビジュアルスタジオを起動してプログラムしていきます。ボタンクリックするとプルジンバットンクリッケット関数に来ますので、ここにコーディングしていきましょう。プログラムは今回の趣旨ではないので成果物だけ載せます。既存ソースを参考にしながらやれば1時間かからないくらいでしょう。やっていることの説明です。最初に現在のレベルを取得して煽り補正カメラアクターを探します。あとは4分で1ロケーションを X 方向 Y 方向に 5M ずつ移動しながら煽り補正値を 0.4 ずつ変更していきスクリーンショットしていきます。最後にやってることはカメラアクターの位置 FOV 煽り値をメインカメラにセットしています。それでメインカメラが持っている設定位置の状態でスクリーンショットを撮りますってことです。 FQ 起用した時のスクリーンショット機能を活用しました。テイクスクリーンショットという関数を呼ぶだけなので簡単です。
UE4 エディタに移動してシフトレンシネカメラ起動を配置します。場所はどこでもいいです。ヒルグバクを16:9 DSLR を選択して、焦点距離、カレント、フォーカル、レングスを 18mm くらいにしておきます。撮影開始。ツールバーのアウトシュートボタンを押してみましょう。次にプロジェクトフォルダのセーブドエンスクリーンショットエンウィンドウズフォルダを開いてみましょう。みるみる画像が増えていきます。今回は X 軸 Y 軸ともに11地点、アオリア帯が3種類なので 11X11X3363 枚の画像が得られました。画像分類器テンソルフロー。さてここからが本題ですね。機械学習させます。今回は画像分類器の応用でアプローチしてみました。一番有名どころにキャッツ&ドッグズ、その画像は猫犬ってのがありますが、これを改造してクールオアベーメアーリー、その建築画像はかっこいいダサいってやり方にしてみました。このアプローチがイケてるのかどうかってのはかなり分かれるところだと思いますが、初めの一歩としてこの方法でやってみます。ということで画像を振り分けましょう。クールトレームというフォルダを2つ新規作成して振り分けます。クールかっこいいフォルダ、かっこいいと思っている建築写真を入れていきます。これ自分で言うと恥ずかしいんですけどね。レーメダサいフォルダ、イケてない写真を入れていきます。具体的にはこのアングルは今回は採用しないでほしいなって写真にしておきます。最終的なフォルダ構成はこんな感じです。学習データはトレイルイメージーズとバリデーションイメージーズのクールとレーメフォルダそれぞれに半々ずつ置きます。テストイメージーズに UE4 で出力した363枚を置きます。プログラムはおおよそキャッツ&ドッグズと同じにしました。最後の方で2つプログラムしておきました。 UE4 で出力したスクリーンショット363枚について AI に評価してもらいます。評価の結果を一覧表としてファイル出力するようにしました。そして学習させます。成果はこんな感じで 75% 程度。不安が残ります。科学習になりそうな兆候は見られないのでデータ不足でしょうか。結果、さてどんな結果が返ってきたかな。 AI が弾き出したアンリアルエンジン4の建築テンプレートのビルがかっこよく見える外観パース写真の画角 TOP5 は5位、 94.4%。 4位、95.4%。 3位、 95.8%。 2位、 96.5%。 1位、98.2%。 期待していたよりそれっぽいアングルにしてくれましたね。ちょっと嬉しい。一番興味深いなと感じたのは
煽り補正がかかった画像が多い点です。煽り補正がないよりも煽りが強めに効いた画像をセレクトしてくれているんです。学習データは即額少ないかなと思っていたのですが、私が煽り補正がよく効いている趣向を反映してくれているのかと思われます。これが特に嬉しかったです。感想とか課題とか、ああ楽しかった、割と本当にそう思いました、もうちょっといろいろ試したいです。学習データ写真を変えたらどんな結果になるかな、 UE4 側で建物を変えたらどうなるかな、次は内観パースで試したいです。あとはプラグイン化してリリースしたいですね。割と使えると思うので。今日はここまで。